んにちは。劇団ダルマザです。あ、今日はですね、28周年特番ということで、はい、鳥越あづりさんにお呼びいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです、来月11月に兄弟ブルース俺たちの天使にという作品を28周年記念として上演することになりまして、本日特番でお邪魔いたしました。はい、はい、ありがとうございます。というわけで、まずは自己紹介からいきましょうか。はいはい、タメちゃんからいく。はい、じゃあ見させていただきますもう劇団ダルマザ所属の田中浩二と申します。みんなからはですね、ハムと呼ばれております。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ハムです、ハムです、ハムです、ハムです。そして、はい、脚本の坂口理子と言います。よろしくお願いします。理子さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そして、はい、座長の剣持直明です。よろしくお願いします。はい、そして坂東七重でお届けいたします。ということで、ちょっと早速お話進めていきたいなと思うんですけれども、うん、はい、劇団ダルマザ28周年ですよ、座長。ねえ、この28年の間に何か今思いつくとっておきのエピソードってあります？あのね、うん、一番のとっておきは、はい、豪雨による床上浸水っていうか、あの稽古場が水まみれになってしまったということなんですけど、はい、でもそれ去年喋ったから、稽古場と自宅とね、人生で2回床上浸水に遭ってるっていう話はもう去年話したんですよ、はい、でもう一つあるのは、あの稽古場が火事になったっていう火と水とそうそう、僕ね多いんですよ、なんかそういう周りでなんかいろんなことが起こるのはなかなかないですよね、うん、そうですよ ね、 ね、うん、あの今、まあ、我々荻窪に稽古場を構えてるんですけど、一時期あの足立区の竹の塚っていうところの東武線のね、あの駅前に稽古場をね、第二稽古場ってのを持って、まあ、倉庫を兼ねて持ってたことがあったんですけど、まあそのビルはね、あの私の叔父が不動産屋をやってましてね、その叔父の持ちビルだったんですよ、うんうん、でまあその叔父っていうのは、そのまあなんつったらいいんだろうな、まあそんな話してもしょうがないかおじさんの話、そうそう、まあ駅前にまあすごくまあとても発展、会社を発展させた人だったんですけど、自分で会社やって、でその駅前にビルを一本持ってて、でそこのビルを、ま、曲がりして、そこに倉庫と稽古場を兼ねてやってたんですけど、そこが稽古場自体は火事にならなかったけど、ビルから火が出て、あの煙にまみれて置いていたあの道具とか全部もうものすごい、なんつうの、煙った感じになっちゃって、ね、すごいいい匂いとかねついちゃって、衣装とかもう全部ダメになって、うん、でもなんかね、当時あの竹の塚に通うのがものすごく、まあ、僕には直接言わないじゃないですか、うん、第二稽古場できたぞっつって言ってみんなやりましたねとか言ってたけど当時なんか通うの大変ならやだなっていうのも思ってたやつらが結構いて多分ね、火事になったのね、ちょっと嬉しかったんじゃないかなと思うんだけど、ね、でも座長、あれ、うん、火事になったのって、うん、ちょうどあのビル、あのお借りしていたんですけれども、うん、あのビル自体の、建て替えが行われるとなって、うん、我々が引っ越すタイミングだったんです。でちょうどじゃあ今日引っ越しましょうと、うん、でトラックでみんなで竹の塚に向かって、うん、ビルの前に止めて、うん、忘れもしない4階だったんですけど、うん、4階まで上がっていく中でなんかちょっとセピア色になってくるんですよ、階段が、でそれまで誰も気づかなくて、なんかおかしくないみたいな、開けたらもう真っ暗、だから引っ越すのにどれだけ荷物持ってくみたいなこと言ってたんですけど、うん、一つも持ってきませんでした。あれ、そっか、じゃあ、まあ、まさにその日に火事だった、その日の、まあ、前日、うわ、なんでそんな、そんな面白い日に俺いなかったやっぱ どっか撮影か舞台か行ってたんですね、かもしれないですね、うん、だからなんかトラックの前でみんなで呆然となって、これからどうすればいいだろうみたいな、いやそれは、じゃあまさに立ち会いたかったな、そうですよ、
まあそれも忘れられない思い出ですけど、まあまあ俺いなかったんだよ、でもその時な、うん、いないってもったいないよねちなみに自分の自宅も小学校3年生の時に丸焼けになってるんですけど、だからあの仕事場と自宅と 2回人生で火事になってる、床上浸水2回に火事2回って結構すごいでしょ、ないと思います、ね、すごいすごいんですよ、でも俺は何の被害も受けてないんだよ、うん、ただなんか周りが大変なことになってるっていう、床上浸水に稽古場がなった時だって俺は、うん、あの時声優もやってたから、うん、声優のあの声優ってスーパーの子じゃないですよ、あの、声優さんので、うん、スタジオにこもっていて休憩になったら、当時あのまだガラケーだったけど、うん、着信がもう鬼ほど入ってて、なんだろうと思ったら稽古場がもう完全に浸水して入っていけませんみたいな、うん、だその時もいなかったんですよ、じゃあ剣持さんのせいなんじゃないですか、そうかもしれない火事の時も現場にいられなかったというね、全部向こうに災害が、そうです、自宅の床上浸水の時はいたし、自宅が火事になった時は小学校の窓から見えましたけどね、自分の家が燃えてるのがね、ショッキング、うん、だから自分あのプライベートの方は見てるんですけど、あ仕事場の方は見てないです、これどうでもいいね28年の中でね、どうでもいい話さあ、あの今ですね、実は生放送でこれお届けしているんですけれども、話がそうでした、いえ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 、あのじゃじゃん、こちら、よろしければですね、メッセージコメントなんかお寄せいただけたらすごく励みになります。 X ですとアットマークアズパン FM、 そしてファックスですと0358294815、 0358294815 で、受けたまわっております。どしどし何かで、ね、質問などもございましたらお寄せください、お願いいたします。はい、あとですね、我々劇団だるま座の X に、今日出ますよというツイートをさせていただいたんですが、そちらへの、あのコメントなどでも拾うことができますので、よろしければお気軽にお寄せください、お願いいたします。お願いします。さあ、それでは28周年記念公演のお話の方に移っていきたいと思うんですけれども、うん、脚本は今回も坂口理子先生、いやいや先生言わないでくださいよろしくお願いします。さあ、というわけでダダダン、あ、出るかな、はい、こちら脚本の坂口理子さんってどんな方ですか、どんな方ですか、あ、こちら、はい名前、ありがとうございます、はい、もう理子さんはもう大先生ですよ、またいじめですか出会いは何年前ぐらいなんですか、10年ぐらいにはな、あ、10年にはなってないですかね、ミュージカル幸せのため、はい、そうです、何年だか全然わかんないですけど、わかんないですけど、うん、10年になるかならないかぐらいですね、ミュージカル、ミュージカルですね、うん、たまにミュージカルをやらされることがあるんですよ、そう、たまにリコさんの書かれたミュージカルに江戸座長健吾さんが出られたんです、そうです、そうです、はい、それがご縁で、それでそこからですね、ついに、まあ、去年はおしゃしゃのシャンという作品で、うん、リコさんの作品初めて劇団だるま座で上演させていただき、調子に乗って第二弾、そう、もうあの去年とてもね、ご好評をいただいたので、はい、もう完全に2匹目の土壌を狙ってますけど2期目の土壌を狙いに行ってますよ、うんうん、あのやっぱね、うん、おしゃしゃのシャンがデビューのきっかけになってたんですか、そうです、そうです、ね、あのコンクールで、ね、はい、優勝つないの、はい、入賞もらって、それでデビューのきっかけになった作品をドラマ化、うん、あ、ドラマ化してもらって、それをだるま座さんで舞台化させていただいたっていうのがおしゃしゃのシャンですよね、うん、はい、ドラマ座までありがとうございます。もう大好評でございましてね、お客さん連日たくさん入ってきた、そうですね、でももうね、ありがたかったですけど、うん、大鹿村からもね、確かにたくさんお越しくださって、バス仕立ててね、来てくださって、村長からもみんな来て、みんな来て下北狭いなって、そりゃ大鹿村から比べたら狭いですよね、村が広すぎんですよ、広すぎんですね、そう、私のちゃんがね、あの長野県の大鹿村という村の歌舞伎、村歌舞伎を題材にした作品だったんですけれども、その村からね、バスチャーターして、そう、その日の客席が一番暑かったです
すごかったですね。ねえ、さあその時はだからその村歌舞伎を題材にした作品だったんですけれども、はい、今回は兄弟ブルース、そう、はい、これは一体どんな作品なんでしょう。あ、その前に脚本、あ、ダダンって鳴らしてくれたのごめんなさい、あの脚本の坂口理子さんってどんな方ですかっていうのをもうちょっとちゃんとご紹介しなきゃいけないなって思います。ありがとうございます、ね、なんかここでは分かってるからもういいかみたいな、ね、もうだって理子さんはね、うん、もう本当にねよくうちに本書いてくれるよなっていうぐらい名だたる方たちと仕事をしていてさ、そんなことはないです。だって NHK おしゃしゃのしゃんでしょ、で、ジブリのかぐや姫の物語、はいはい、あれ坂口さん脚本ですよ。そうなんですよ。高畑勲さんですよ。そう、であと、うん、NHKBS で放送された遥かなる山の呼び声、あ、はい、あれ山田洋次さんですよ。そうです。山田洋次さん生ける伝説ですよ。ね。で、銀河鉄道の父、はいはい、役所広司さん、ね、あれ監督どうだったでしょ、成島さん、成島裕太郎さん、はい、で この今年なんてあれだもん、高橋大輔さんのアイスショーの台本だった、そうさせていただいたんですよ、アイスショーの台本って、はい、そうそう、生高橋大輔とアイスショーに台本がいるっていうのは私も初めて知ったんですけど、あ、いるでしょ、だってただ滑ってりゃいいってもんじゃないですか。それもねミュージカルだったんです。ああ、ミュージカルね、そんなことやってたから今回も調子に乗ってだるまずさんミュージカルやりましょうよって言ってなったのが今回の、はい、そう、あ、なんだっけ、あと4月は君の嘘、あ、はいはいはい、あ、それもそれもとか言って、あれもロンドンとか韓国とかでやったんですよ。すごい、はい、もう先生って言うのでしょ。いや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 、そう言われるとはいじめられてるって思うでやめてください。そうですよ、いやすごいですよ、とんでもない、もうすごいキャリアを持たれて、メアリと魔女の原とかね、いやすごいよ。ブッサンズラブもされてますよね。 あのね、あれですあれです、はい、チェリ魔法、チェリ魔法の、あのムービーの方だけですね、映画版チェリマホ、はい、チェリマホがわからない、そうですね。もう僕の世代みんな見てたんですよね。そうですよ、いやすごいよね。あ、今ちょっとね、おデコさんのありがとうございます、ちょいお恥ずかしい、あれだ、そう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 、これずっとその表演っていう、うんうんうん、あのアイスショーをやらせていただいた時の、あと真ん中のが今ちょうど真ん中に来てるのが韓国の4月は君の嘘ですね。韓国まで見に行ってきてっていうのですかね。そうです、だから下北沢のあの劇場から、うん、あれですね、高橋大輔さんのアイスショー表演は横浜アリーナまで、すごい、キャパ100からキャパ1万3000までみたいな、すごいよ。そんなことをやらせていただいてます。すごい、うん、結構な割合でね、剣持さんが出てくるっていう、そうなんです、ね、そこそこね、お邪魔させてもらって、このインスタの中にも、はい、あ、ぜひぜひインスタもしよかったら見ていただいたら嬉しいです。ありがとうございます。坂口理子さんで検索してみてください、はい、ぜひぜひ、はい、ね、そんな理子さんに書いていただきました兄弟ブルースですよ、うんうん、今回ミュージカルなんですよね。そうです、だやっぱちょっとほらちょっとなんかさ目先を変えていかないとさ、完全にだからさっきも言ったけど、あ、また2匹目の道場狙って、あ、なるほどなるほどなるほど、バレちゃうから、はい、その言っちゃったけどね、言っちゃったけど、言っちゃったけど、だからどっちかっていうと、え、ミュージカルっていう方にちょっと目線をそらしていきたいなっていう、2匹目だけどちょっと道場色が違うぞみたいな、ね、そう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 、もう私そうやって生きてきてますからね、そうやって生きてきてますよ、小手先でね、ミュージカル、そう、ミュージカル、まあちょっとまあ後悔してるかしてないかっつったら、今稽古しながらちょっとだけ後悔してますけどね。聞いちゃった。さあ先に進みましょう。行ってみましょう。はい、兄弟ブルース、どんなお話か教えてください。これりちゃんの、うん、どんなお話か、係ですね、脚本係として、そうです、はい、これはまあ読んでみるごとくブルースブラザーズ、逆にするとね、ブルースブラザーズになるっていう、まあ、最初は剣持さんからそのブルースブラザーズみたいにやりてえなーってやりてえなー、そうだなーって言って出てきた物語です。大好きだもんね、はい、なので
まあ明るく楽しく、うん、ちょっと人助けなんかをしつつ、うん、あのロードムービー的にいろんなところへ行って、うん、その結果何が見えるかなみたいな感じではあるんですけど、うん、2人組の、大活躍するお話で、うん、まあブルースブラザースならミュージカルじゃないっていうところから、まあそうね、ミュージカルにしようっていうことになったんですけど、そうですね、アニマルハウスにしたぐらいだったね、ね、それだったらできたのにっていや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 、いやまあなんとかしますけど、ね、なんとかね、なんとかそれの、でも大丈夫です。だってサブタイトルっていうかリードが、うん、歌って踊れない人のための最後までやっても疲れないミュージカルってちゃんと入ってるから、入ってるんです。歌って踊れない人のための最後までやっても疲れないミュージカル、つまり我々のためにやってるって話です。そうそうそう、だちょっと本当のミュージカルファンが来たら絶対怒るから、そう、怒られる前に謝っとこうっていう、そういう作戦ですね。そうそう、はい、これはミュージカルじゃないよねとかって言うじゃん、うん、言うじゃん言われる前に、だってミュージカルじゃないもんっていう、いやいや、でもね、ちゃんとお稽古拝見してるんですけど、皆さんミュージカルになってますよ。いや今回楽曲も素敵だし、素敵なんですよ、ね、市川信也さんってね、天才ですよ、はい、そうです、天才、ね、俳優でもあり、ミュージシャン、あのシンガーソングライターで作曲家でもある、そうそう、お世話になりまくってるんですけどね、うん、去年のね、お世話になったのも深夜さんの曲で、はい、だからもうこのトリオで、うん、このだから2匹目2匹目を振り付けだって三木正男さん、ね、お写真の時とね、はい、一緒で、完全に狙いに行きますけどね、深夜さんがね、私がこんな曲だといいなって感じの、うん、あのなんちゃってポエムを書くわけですよ、うん、ね、こんな歌だとこの歌い始めと歌い終わりがつながりますよみたいな、でそれが歌詞ってわけじゃないんですけど、ぴったりそれに合わせて曲を作ってきてくれるっていう、すごい、すごいなんだよ、しかもいい曲でね、そう、本当どれもいい曲なんですよね、あのちゃんと皆さん見に来ていただいたらお持ち帰りチューンがあると思いますので、はい、ぜひ楽しみに、本当ぜひです、はい、はいはい、そしてダダン、兄弟ブルース主演は誰ということなんですけれども、そこでまずちょっとこちらの動画をご覧いただきたいなと思います。どうぞ、出るかな。少々お待ちください。そう、昨日ねちょっと稽古場で撮ってきた動画がありまして、初出し。はい、そちらをねご覧いただけたらと思います。はい、ありがとうございます。それではご覧ください。どうぞ。まずはお一方ずつお名前を教えてください。まあ私から言いましょう。岩岡久夫と言います。須田明です。お二人の役名は。私は本意を演じさせていただきます。僕は忍者なんです。トミーってどんな役ですか？忍者のこの本流というか、悪ガキ仲間からずっとそれを引き受けて大人になっていった仲のいい老人。忍者は？うん、まさにその通りですね。ずっと子供の、本当に子供の頃から一緒に育ってます。お稽古はどうでしょう？ええ、絶賛稽古中です。そうです、ね、終わったばっかりなんですよ。大変。そうなんですね。こんなこと言っちゃなんなんですが、私は後期高齢者に入ってますので、セリフを覚えるのが大変なんです。でも皆様に面白いものをお届けしたい、その一心で頑張ってます。同じくです。ではお一方ずつ見どころを教えてください。見どころは一言では言えません。全部が見どころです。何しろ劇団初のミュージカルでございます。歌いますよ、ね、銀ちゃんソロで歌うところがありますね。これも見どころですからね。私はちょっと端の方で手拍子、最初2人で歌うってことになったから、え、あれは銀ちゃんのためのシーンです。頑張ってね。
いい加減だなぁ。年を取るとそのいい加減さが良くなるんですよ。年を取る年を取ると大して変わんないでしょ。そうだっけ。そうだよ。はい、ではご視聴の皆様に最後にメッセージをお願いいたします。ゆんちゃん顔頑張ってね。私頑張っております。頑張っております。頑張っております。以上です。はい、私もゆんちゃんと一緒に頑張っております。とにかくこの稽古が終わった後に、まあ年がいもなく一杯やるのが楽しみだよね。それでいいじゃん、本当の話だ。とにかくこの芝居面白いですから見に来てください、はい、ぜひお待ちしてます。お待ちしてます。ではお二人でタイトルお願いいたします。劇団ダルマザ28周年記念公演、兄弟ブルース俺たちの変身です。フライヤーの見方がこうでしたね。怖かった。はい、今の映像のお二方が今回主演。そうですね、はい、うん、ダルマザが誇る。そうです、70代の大先輩。そう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 、はい、今回のね作品を企画するにあたって、うん、何をどうやろうみたいなのがあって、でその中でやっぱ今のうちの劇団でまずお客さんに一番見てもらいたいのは何だろうって考えたら、うん、あの先輩2人だなと思って、うん、で先輩2人で、うん、兄弟ブルース、あ、じゃあブルースブラザーズみたいなのをやりたいなっていうところから企画から始めてますんでね、うんうんうん、今ちょうどですね、はい、X にコメントが来たそうです。はい、はい、ではこちら読ませていただきます。はい、はい、兄弟ブルース楽しみにしています。ありがとうございます。劇団ダルマザならではのミュージカルはどんなところが注目でしょうか、うん、あとは注目のキャラクターも少し教えてもらえたらと思います。舞台頑張ってくださいとのことです、ね、ありがとうございます。キラ様からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしょう。うん、ね、てありがてえなってだけ感想はありがてえな。どんなところが注目かっていうとですね、ダルマザならではのミュージカル、歌の練習してるんですけど、毎日芝居の稽古に入る前に、なんかねほら昔あのよくちょっと怖い話で、このレコードのさこっからここまでにさ絶対入ってないはずの声が聞こえんだよみたいなのはあるでしょ。そういうそういう伝説、怖いです。そういうのが聞こえてきます。この歌の中でこんな音が聞こえてくるはずないっていう音が聞こえてきますね。それがダルマザクオリティ。そうです。だからもしね、だから客席でご覧になって、あれこれなんか私聞いちゃいけないものを聞いてしまってるんじゃないかと思っても、それ大丈夫なやつですか。大丈夫です。人間から出てる音なんで。それダルマザならではですね。だと思いますよ。普通そういう人はミュージカルに出してもらえないでしょ。出しちゃいけないからね。出しちゃいけないことになってるんだよね。すごい未知の領域。すごいですよ。そういうところが注目。注目。で注目のキャラクター。キャラクターがね、うん、まあ毎回うちは結構そうだと思うんですけど、まあ、盛りだくさんでございまして、うんうんうん、週に3日しか稽古場に現れない男っていうのがいるんですけど、あの群馬県高崎から通ってきてるんですけど、多分ねお芝居見ていただくとね、あきっとこの人だって分かると思います。それを探せ。それを探せ。週3日の男を探せ。探せですね、はい、あとは主にこう全シーンに出るんですけど、何なんだろうこれはっていう人なのか物なのかみたいな、物なのか、いやオブジェなのか、オブジェ、あの田中ハム君が、はい、オブジェ、そうですね、もう半分ぐらいオブジェの可能性がありますね。はい、注目のキャラクターですね。そうです、注目のキャラクター。でももしかすると舞台上の滞在時間はこの銀ちゃんトミーに続くぐらい
なんかね、ね、最初開催してるんじゃないですか。ね、そんな予定じゃなかったんですけどね。脚本には書いてないですよ。そうですよね。私のせいじゃない。よろしくお願いします。あの、ハムはね、勝手に出てきて勝手に開けるんですよ。注目のキャラクターですね。そうですそうですそうです。そうそう限界かなってなってるね。そうそうです。ずっとね。自主的にかけてくる、ね。あとね、おなじみのメンバーもソロがあったりして、あ、そうですね。ハントミュージカルだから、ね、この人歌うとこんななんだなんていうのも、ダルマザファンの方には嬉しいんじゃないかなと。はい、まあ一人二人稽古してるとね、このままいくとノイローゼになるんじゃないかって言いますけどね、歌の練習になると急になんかもう閉じ始めちゃってこうね、これがまたクラーくなってくる。これなかなかね、劇場で見られない人間たちが見られるんですよ、ね、踊ってますもんね、皆さんね。踊ってます。踊りもバリバリ、うん、はい、踊ってるというのか動いてるというのか、それは移動ですって言われた。まあそれは私ですけどね。じゃあ次の質問ありがとう、キラさんありがとうございます。ありがとうございました。はい、はい、続きまして、はい、ラジオネームあられさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。誠におめでとうございます。ありがとうございます。兄弟ブルース俺たちの天使に楽しみにしております。なんと新幹線も予約してしましたということで、ありがとうございます。もう本当いつもね、そう、和歌山から来てくださ、ありがとうございます。そうですよ、ありがたい。俺たちの天使にというと、俺たちは天使だのドラマを連想してしまうのですが、関連性はありませんか。まあ、見てからのお楽しみということでバラということで、はい、あのいただきましたメッセージですね。俺たち、ん、俺たちは天使だ、俺たちは天使だってありましたね。懐かしいですね。あの昭和の香りは似てるかもしれないですね。まあどうしたって香っちゃうんだね、うん、昭和が。あの二人が主演ですからね。そうですね、まあ、そういう感じの二人、あのコンビがみたいなのはあるかもしれないですね。そうですね。お楽しみに。いつもありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、こうやって ねあのコメントもいただけて本当にありがとうございます。生放送ならではの、そうです、ね、楽しみですね。俺だから、うん、あのコメントくださいっていうのを、うん、バンちゃんがやってるのを見ながら、こういうの嫌だなと思ってたんですよ。コメントくださいねっつって来ないと切ないじゃないですか。いや、それはそれでちょっとだるまさっぽいなと思う。まあ、そうそう、最初からくださいねとか言わない方がいいんじゃないかな。お母さん、もうありがとう、キラさん。本当だね。だってその時間ね、時間割いて見てくださってるってことじゃないですか。そうですよ。そうなんです。仕事大丈夫、大丈夫ですか、仕事大丈夫ですか。気をつけてください。はい。ね、あられさんはだって特にあの、ね、あの電車の運転手さんですから、まさか今運転しながら見てないですよ。そう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 。嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。11月お待ちしております。お待ちしてます。はい、それでは話を戻したいと思うんですけれども、主演は、須田明、そして岩岡朝生のお二方。そうそう、先ほどのね、はい、でお二方とも70代。そうですよ、もう中盤ですよね、はい、すごいお元気なんですよね。でも面白いんだよな。さっきはなんか比較的仲良さそうにやってましたけど、まあ仲はいいんだろうけど、はい、稽古場でね、結構ね、こうピリつく瞬間になるんだよ。怖い怖い。あれあんただよ、セリフ。聞こえなかったんだよとか言ってんだけど、聞こえなかったのがセリフが小さくて聞こえなかったのか、耳が遠くて聞こえなかったのかさ、いろいろあるじゃない、いろいろあるじゃない。でもなんかさ、見てておかしく、こうピリつく瞬間が見てて面白くて、でもなんか銀ちゃんとトミーっていう役柄とすごく合ってるんですよね。 その関係性が。そう、最初はねやっぱりお互いこう気を使いながら稽古してる感じだったけど、だんだんこうピリつきが出てくることによって、あんだよみたいなことが生まれることによって、どん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 仲が良くなってきてて、あのすごいコンビ感が出てて、遠慮なくなってきてて、いやなんかねすごくいいんですよ。もうなんかお二人がただ普通の会話してるだけで、なんかすごい面白いし、いやいいなって本当になんか感動するというかね。はい、ハム君があんまり喋ってないんで、どうですか？本当ですよ。もう本当に須田さんとかよく見てると、休憩中すごいケータリング食べてらっしゃるんですよね。
何なんですよね。もう2人ともだからこの間それで岩岡さんがそれまた食べてんのみたいな話して好きなんだよみたいな、なんか日に日にどんどん距離感が近づいていってみたいな、そうね、横で見てるのが僕の今楽しみがあるんですけどね。でもね、ケータリングいっぱい買ってきてくださるのは岩岡さんですもんね。そうなんですよ、ね、あのね、岩岡さんはとにかく目の前に食べ物がたくさんないと嫌なんだって。だからよくあの稽古帰りに中華屋に行くじゃないですか、うんうんうん、そうね、いやそんな食べらんないってっていうぐらいの量を食べらんないでしょっていうタイミングでものすごい頼むんですよ。いや岩岡さんこんな食えないってって言うんだけど、私ねテーブルがスカスカなの嫌なんだなーなんて言ってそれをあの須田さんが食べるっていう。いや須田さんのためにはあらいらねライバルですから、ね、まあ、あの若手がいただきますってわしわしと食べるというね感じで、まあいいかなと思ってますけど、面白いですよね、すごい面白い、なんか、うん、ね、本当あの喧嘩しながら仲良しなお二人をぜひ見に来ていただけたらなと思います、うん、 そしてもう一方ご紹介したいのがこちら、あ、ゲスト出演はどなたでしょうということで、はい、お写真ちょっと出していただくことできますでしょうか、うん、ゲスト出演はこの方なんです。出ますかね、はい、ほら写真だとかっこいいね、だと小笠原孝之さんです、はい、あの去年のおしゃしゃのちゃんで、ね、あの歌舞伎の御曹司、ね、ヘタレの御曹司、ね、そうですね、はい、去年に続けての今回ゲストはもう小笠原さんだけで、はい、小笠原さんは通称ガッツと呼ばれてました、はい、みんなにガッツガッツってね、はい、ガッツさんガッツさんって呼ばれてますけどね、はい、まあ実にその中野の南口のもあのもみじなんです、中野ゼロホールじゃないな、うん、あの辺、はいはいはい、あの辺の飲み屋街では超有名です。中野のある一定のところのプリンスですね。もうプリンスですよ。そうですね、はい。いや本当いい、あの宮城県の仙台市の出身でね、うん、青葉しげれるですよ。うん、ね。井上寿さんの後輩に当たるらしいですよ。うーん。マジでね。楽しみ。俺びっくりしたんですよ、だって。だって。あのすごく優秀な高校じゃないですか、うんうんうん、ガッツなと思ってガッツには悪いけどだってなんかね酔っ払って歩いてる姿ばっかり見てるまあ人その見てる僕も常に酔っ払ってるわけですよ、ね、すいませんだからすごく素敵な俳優さんと僕大好きで、ええ、必ずこの面白くしてくれるんですね、はい、うん、こんなに2枚目なのにやると3枚目っていう、そうなんです、まあ、3枚目の役をねお願いしてるっていうのもあるんですけど、うん、めちゃくちゃヘタレな役ですよね、うんうん、今回もかなり引っ張っていただいてますね、そうですね、はい、しかも歌もあり、歌もあり、うまいんですよ、ガッツさんソロもあります、うん、ね、ガッツさん、ガッツファンの方、はい、ぜひぜひ、ね、本当ぜひぜひですよ、かなりお楽しみいただけるんじゃないかなと、愛されキャラで、そう、はい、今回もガッツ最高ですさあそれでは、まあ、結構出てきたかなと思うんですけれども、はい、兄弟ブルース一押しのポイントって何かありますか。これやっぱ田中君です、どうぞ、はい、もうね、いっぱいあるんですけど、まあ、先ほど言ったような主演のお二人の絡みがもう常に面白いっていうのはまあ普通としてね、うん、もうあのちょっと目を離すとすぐ小突き合うんですよね、あのお二人ね、そう小突き合う、そうそう、でもそれをもう最初はあのちょっと軽く小突くぐらいでっていう話だったんですけど、日に日にもうあの小突くスピードがどんどん速くなってくるんですよね一発やられたらその隙間にスパッていって、そう、もう 1,2 回でいいんじゃないかなと思いつつも、もうお二人が座るシーンになったらその間にもう 2,3 回ラリーが続いてるんですよ、小突きのね、パチ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 で、だんだん強くなってってんだよね、そうそうそうですよね、なんか猫パンチみたいな、ね、見ながらこう稽古を拝見してるんですけど、どんどん音こっちに聞こえてくるんですよパチパチって、あ、ここで、ま、いいですか、あの X に、はい、はい、また X にコメントいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ではこちらですね、大石さんからいただきます、あ、大石さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、
ハム君へ質問です。あ、僕ですね、はい、でいつもユニークな T シャツを着てらっしゃいますがどこでお買いになっているのでしょうか。もうカッコ笑って、ね、W ついてらっしゃいますけど僕ですね。今日もそうですね、今日はちょっとお腹が空いてるっていうのでご飯 T シャツなんですけど、いつもあの無地の書いてある T シャツをですね着させて、無地の書いてある無地に文字が無地に文字が日本語難しい、ね、難しいよね無と無が ね魔行がね、そうなんですよ、まあ、言い訳から入る、まあ、言い訳、ね、今日はそういうスタンスですね。まあ、なんかこう T シャツに普通とか書いてある T シャツをよく着てるんですけども、まああのちょっと山手線でみんなにバレるのが嫌で、あの売ってるところがバレるのが嫌で、山手線の中のお店を3店舗くらいぐるぐるしながら買ってるので、基本は東京で、東京の山手線内、山手線内の東京範囲広すぎるよ。だってせっかくさ大石さんがほら、はい、質問してくださってんだから、もうここだけの話で、ね、じゃあそんな話1店舗だけでも、うん、そしたら大石さんが買いに行かれるかもしれないね、うん、大石さんね、もしかしたら、あ、ありがとうございます、そういうことだったんですね買いたいんだよ大石さん、ここで来てくれるかもしれない、ね、そうですね、うん、いや私たちの稽古場があっあの荻窪ということなんで、一番近いところで言うと、うんうん、中野 の, あの、うん、ブロードウェイの中にですね、奥の方ずっと歩いていくと一店舗 T シャツ屋さんあるんですよ、うん、ぜひそこで見てみてください。僕みたいのがいっぱいいます、ね、みたいのがいっぱいいます、同志がいっぱいいるんですよ、なるほど、そうなんですよ、ね、1ヶ月間違う T シャツ着れるぐらい、あ、もう着られます、着られます、そうだよね、そうなんですよ、もう目指せ1年を目指してますので366枚ですね、366枚ですね、そうですね、という感じです。どうも大石さん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますT シャツ話ね、え、嬉しい、でもそうやって、ね、いっぱい皆さん見てくださってるんだ、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。さあそれではですね、ここでちょっと推しの詩の話をさせていただきたいなと思うんですけれども、今回まあ、通常のチケットとは別に会場にお越しいただけない方や、あと通常ですとね、会場にスタンドバナなどをお送りいただくことがあるんですけれども、場所の都合でちょっと設置が難しい状況なので、うん、代わりによろしければということで推しの詩のシステムを導入させていただきました。でちょっとですね、この応援の詩ギャラリーっていうところポチッとしていただくことできますか。ありがとうございます。今届いている推しの詩が、こちらでご覧いただけるんです。すごい数が届いておりまして、あ、こういう風に出るんですね、はい、かっこいい。そうなんです、今回のオリジナルでデザインも組んでくださって、でこちらをですね、当日プリントアウトいたしまして、公演の会場に、ずらっと掲示させていただきたいと思います。いいですね、前推しがこう、はい、誰々様っていう風に入れられるんですね。そうなんです。でメッセージとともにこのようにデザインされて出てくるんです、本当にありがたいです。もうね、泣けてくるよ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいすごい、もうすでに30枚ぐらいお寄せくださっております。ありがとうございます。これがね、貼り出されるわけですよね。そうなんです。そしたら行った人はすごくね、うん、あ、俺のがおしぼし貼られてるって言って、はい、写真撮ったりとかね、はい、いろいろできそう、うん、ありがとうございます。こちら引き続き受付をさせていただいておりますので、ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そしてあとチケットの購入方法もちょっとここでご説明させていただきたいと思います。今回ちょっと通常と違いまして、うん、だるま座指定席で、はい、お届けしたいと思います。フライヤーの裏面出ますでしょうか。はい、そちらにですね、チケットのお申し込み先が出ているんですけれども、はい、ありがとうございます。劇ラブというのとコリッジという、2つのこのチケットフォームを採用しております。劇ラブが事前決済
で、映画館みたいにお席が選べるシステムなんですね。ただこの劇ラブはアプリをダウンロードしていただいて、でそのダウンロードすると今回の兄弟ブルースのページに飛ぶことができるので、そこからお申し込みください。で当日もチケット画面見せるだけでご入場いただけるので、かなりスムーズにお入りいただくことができます。そしてコレッジの方は当日生産、当日受付で、ご生産されるのをご希望の方はコレッジからお申し込みをお願いいたします。こちらのご自身でねちょっとお席を選ぶことができないんですけれども、当日受付にてお座席番号をお伝えいたしますので、そちらのお座席におかけください。よろしくお願いいたします。実はですね11月23日、14時の会が本当に残りわずかなんです。ありがとうございます。かなり残り数枚になってきております。その他はですねまだ比較的ある回もございますので、ぜひスケジュール決まりましたらお早めのご予約お勧めいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回がね、シアター711っていうところで、駅前劇場さんとかよりも客席が狭いので、多分公演が近くなってくるとわーっとこうだん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 予約が殺到してくるといっぱいになっちゃったっていう日が結構出てくるかなと思うので、もしよろしければなるべくお早めに、そうですね、指定席ですもんね。はい、そうなんです、指定席。そうなんですよ、うん、ですよ。なるべくこうお客様にね楽にご覧いただけるように、並んだりとか、しなくても、なるべくこう楽にご覧いただけるようにと思いましてね、ちょっと指定席でやってみようかという、今回ね。はい。で、受付開始および会場時間は各公演の、開演時間の30分前からでございます。ちょっと劇場の前があまりお並びいただけないので、指定席ですので安心してご来場いただければと思います、ただ申し訳ないんですけれども、開演の10分前までに、ご来場いただけない場合は申し訳ございません、劇団だるま座の方までご一報いただけますと幸いです、そして外演5分前までにご到着いただけていない場合、ちょっと別の方にあらかじめご用意しているお席をお譲りしてしまう可能性も出てきてしまいますので、そちらもご理解のほどよろしくお願いいたします。すみません、客席の構造上どうしても遅れたお客様をこうずずずいってこう奥に入っていただくというのは相当難しいので、小劇場の宿命でございましてね、だからその分はちょっと詰めていただいてみたいな、遅れた方には端の席をご用意してみたいな形をすいません、取らせていただければと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。11月の14日から24日まで全14ステージ、これもう完売とか出てきたらもう追加公演しちゃうかなと思ってるんですけど、まあ一番心配なのは先輩、主役先輩お二人の体調なので、いやもう勘弁してくれよって言われちゃうかもしれない、まあそれはそれで頑張ってもらいましょう。そうですね。で、詳しくはですね、劇団だるま座のホームページをご覧いただきますと、キャストの出演会も発表されておりますので、そちらをご確認の上、ご予約いただけますとありがたいです。この、兄弟ブルースっていうところを今クリックしていただきますと、今回の作品の概要が出てまいります。でちょっと下の方ちょっとスクロールしていただけますでしょうか。はい、白丸黒丸あるかと思うんですけれども、白チーム黒チームということで二座組、ございます。もちろん、作品の内容は一緒です。出てくる人がちょっと違ってくるという感じですね。でちょっとね不定期なスケジュールになっておりますので、そのあたりの、キャスト表はもうちょっと下スクロールしていただけますか。はい、ここにですね、すごい東宝ミュージカルみたいだ、すごいすごい、ミュージカルですから、ミュージカルですから、東宝さんに習いまして
各回の出演者をこのように、リストにさせていただいております。もしもねこの人の回見に行きたいという方がいらっしゃいましたら、ね、ちょっとこちらぜひチェックしてみてください、ね、あとはこの人は見たくないとかねそんなことが引き込んじゃった話じゃ、はい、チケットは一般5000円ペア9000円20歳以下、20歳以下の方、お席がですね一番最高列のベンチシートでご用意させていただきます。2000円のお席です。で全席指定席でございます。はい、あの最高列でもね、うん、十分見やすいですね。大丈夫です、小劇場なんで、ね、あのさすがもっと映画館だけあって、うん、ちょっとね傾斜もしっかりしていますので、そうそうそう、うん、舞台はあの後ろからでも見やすいと思います、はい、さあお届けしてまいりましたが、特番いかがでしたでしょうか。え、もうそんな時間ですか、はい、あと5分ほどで終了、ね、とのことなんですけれども、あれ社長今出かかったら本当にそう思ってるっていうのでも早いよね。早いですね、うん、早いです、はいね、通常なら番組ですと間に CM が入るじゃないですか。そう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 、CM なしの50分ですからね、音楽流したりね。そうなんです、まあこれずっと50分の CM みたいな確かにまあそうですね、そうだったかもしれない、インフォマーシャルの番組っていうことですね。なるほど、はい、劇場は下北沢のシアター711にて上演いたします。はい、鈴なりの目の前ですね、同じ建物の鈴なりの目の前です。そうですね、はい、あのですので下北沢の駅出てもしもちょっと道に迷われてしまったという方いらっしゃいましたら、うん、もちろんあの劇団だるま座にお電話いただくで OK なんですけれども、あの下北沢ってかなりな割合で演劇人が歩いておりますので、うんはい、鈴なりってどこですかって聞いていただくと、うん、鈴なりまでは行けると思います、うん、でそのお隣の建物に行っていただくとシアター711なので、うん、あの鈴なり目指して来ていただくのが一番安全かなと。そうですね、演劇人に聞けばあの近所ご近所さんみたいなサンダル履いて肝臓悪そうな人大体演劇で気がつくと鈴なりの自分の方の芝居に連れてかれるかもしれない。そうそうそう、そこだけご注意していただいて。座長そのうちいろんな人に怒られます大丈夫ですか。ちょっと心配になってきちゃうんですけども、ね、ありがとうございます。またちょっとヤックスにお金をいただいて。そうです、嬉しい、ありがとうございます。はい、増沢のぞむさんがコメントいただきました。はい、東方ミュージカルの楽屋から見てるぞ。本場から本場から本場からありがとうございます。いろいろ言ったけど全部嘘です。全部嘘です。すいません、本家に謝ってきます。そう、あの、だるま座のね、偽だるま座のあの、座右でございます。あの、増沢のぞむさん、はい、前回のあの特番にもね、出演していただいたりしたんですけれども、今なんとミュージカルに、あの本当の本当のミュージカルって、はい。でもマサは歌わないんでしょ。そうなの？歌わない。前見に行った時歌わなかった。歌わないのか歌わせてもらえないのかって話。いやいやいや。だからそのうち怒られますね。まずいですよ。あのなんつんだっけ、題名。ニュージーズ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 。はい。ニュージーズに日生ご出演で、はい、日生で本物のミュージカル俳優も注目しているダルマ座ミュージカルってことなんですね。すごい、ありがとうございます。マサ先生ありがとうございます。でもちょうどっていうか、この番組こうインターネットで見ていただけるので、うん、台東区にある放送局なんですけど、全国の方に、なんなら全世界の方に、はい、ご覧いただくことができるんですよね。すごいよね。そしてあの今日の今はあの生放送でお届けしているんですが、はい、この後ねまたアーカイブでもご覧いただくことができますので、うん、あいつら何言ってるんだとあの時にあんなことを言ってたじゃない、言っているじゃないかというような答え合わせもそのまずいまずい言っちゃったよ。これもでももうアーカイブで出してもらうときにもう言っちゃって、はい、ここカットしてもらいたいなとかダメ言っちゃって後悔することって人生あるじゃないですか。そうですよね、うん、あのそれはかなりスタッフさんに大金を積まれる。どうしても消してほしいですね。まあね、でも大丈夫、今回大丈夫、今回大丈夫。
ます。はい、はい、ということで50分間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。劇団だるま座28周年記念公演兄弟ブルース俺たちの天使には11月14日から11月24日まで、下北沢のシアター711にて上演いたします。今絶賛稽古中ということでチケットも大絶賛発売中でございます。どうぞ皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それでは最後にですね、稽古場から、メッセージが届いておりますので、はい、そちらをご覧いただきながら、締めとさせていただきたいと思います。はい、ハムちゃん言い残したことはない？来てねはい、ということで50分間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。劇団だるまさ28周年記念公演兄弟ブルース俺たちの天使に11月14日から24日、下北沢シアター711にて上映します。皆様のご来場